あゆめです。よろしくお願いいたします。今回は初心者向け、級位者向けの次の一手10問ということでやっていきたいと思います。早速問題に入りたいと思います。こちらはまあ5分で、そうですね、まあ3級ぐらいの問題かなと思いますね。はい、それではまだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。はい、それでは解答解説に入っていきたいと思います。正解は5六歩と突く手でした。対してこれで銀が無条件で取れるようなんですが、3五銀がね、なかなか鋭い反撃で、飛車逃げてるようでは4四銀と戻られてダメなので、勢いこう2枚替えに進んだんですけれども、で飛車打ってね、王様寄って飛車成りに歩まで進んでみると、こちらは銀2枚の持ち駒が大きくて、若干ね、先手がリードした局面になりました。はい、ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題はこちらですね。5二歩で攻めをね、催促されたところなんですが、ここからどう決めるのが正解でしょうかという問題ですね。5分で1球ぐらいの問題かなと思いますね。はい、ということで、まだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。はい、それでは回答解説に入っていきたいと思います。はい、正解は6三成桂ではなく4三成桂と捨てる手が正解でした。実戦は同金同金同玉に6五馬と進んで、4二玉に2一馬でね、先手が優勢になりました。ここでそうですね、7七歩成みたいな手も気になるんですけどね。実戦も7七歩成で同銀、同飛車成、同金同竜と進んだんですが、これはまた別の問題でやりたいと思います。これは先手が大優勢ということですね。ということで次の問題に行きます。今のはこちらですね。はい、先ほどの局面から3手で決めてくださいということですね。まだ解けていない方は、ここで一時停止ボタンをお願いいたします。5分で3球ぐらいの問題かなと思いますね。それでは解答解説に入っていきたいと思います。正解は4三飛車と打って、5一玉に、5四桂と、これで必至ですね。こちらの王様は金打っても、3七玉と逃げて2枚銀が固い格好ですので詰まないですね。5四桂にちょっと受けがなくて、仮に7二金なら4一飛成でね、同玉に頭金までですね。実戦は5三銀と受けてきたんですが、これは同飛成で取れるので、これで投了となりました。ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題はこちらですね。ちょっと漠然とした局面なんですが、7四に角がいて、6二の王様をどう攻めるかっていうところなんですけどね。5分で1球ぐらいかなと思いますね。ということで、まだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。ということで、正解は4一銀ではなく7一銀でしたね。これでだいぶ困りました。実戦はですね、仮に同玉と取ると5二角成でどうしようもなくなってしまうので、逃げる一手なんですけどね。そこで8三角成とふわっと成られておいたら完全にダメだったと思いますね。実戦は、角打ってきて、これも非常に難しい局面だったんですけどね。角取って、一回4六角で桂馬に紐をつけてから、6三銀でね、これは難解な形勢ですね。で、単にここで8三角成なら、先手が優勢だったという将棋でしたね。ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題、こちらちょっと変化手順ですね。持ち駒飛車で、5一の王様をどう攻めるかという問題ですね。5分で1球ぐらいかなと思います。まだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。それでは解答解説に入っていきたいと思います。簡単ですね、これは。5分で3球ぐらいかもしれませんね。5二馬と取って、同玉に6二飛車で詰みという問題でした。4三玉なら
4四金でね、まあ4一玉なら5二金と、これで3一玉に6一飛成まで詰みですね。ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題こちらですね。まあちょっと漠然とした局面なんですが、まあ5分で1球ぐらいかなというところですね。3一の王様をどう攻めるのかでね、まあというあとね、まあ今攻められてますが、攻めるのか受けるのかと、そういうところも含めて考えていただきたい問題ですね。ということでまだ解けていない方はここで一時停止をお願いいたします。それでは回答解説に入っていきます。正解はですね、4二金ではなくて5九金とね締まる手が正解でした。相手の方、4段の方だったんですが、まあ、私が実は後手番で、相手の方が、あ、ごめんなさい、5段だったかもしれませんね。5段の方なんですが、実戦はですね、まあ、4二金と攻めてくれたおかげで、まあ、2一玉と寄ってね、逆転模様になってきたんですが、ここでね、単にじっと金締める手がいい手で、これだったらちょっと逆転できなかったというところですね。まあ、4段5段の方でもこの平凡な金寄りを見落としてしまうので一応問題にしました。ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題は、こちらですね。まあさっきの続きなんですが、数字で盤面の書いてあるこれか、はい。まあ、7八金と取られた局面で、まあ同銀でもいいんですけどね、ここで、向こうの王様に詰みがあるので詰ましてくださいという問題ですね。まあ、5分で3球ぐらいかなと思います。それではまだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。では回答解説に入っていきたいと思います。正解はですね、まあ、6二飛車と打って、でなんか4二に合駒するんですが、2二に金打ってね、これで同玉に4二飛成で、まあ、詰みという問題でした。で実戦は2二金に4一玉と下がって3三桂成らずで投了となりました。ということで次の問題に行きたいと思います。次の問題はこちらですね。まああの5五角に、7三銀と受けた局面なんですが、ここで次の一手をお答えくださいという問題ですね。まあ、5分で3球ぐらいの問題かなと思います。まだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。はい、それではですね、正解は、ここでですね、7四飛車とズバッと走るのが正解です。で、対してまあ同銀なら8二角成と、先手だけ馬を作って、これは先手が優勢ですね。ということでまあ、最善の受けは、まあ、6四角と受けるのが最善と言われている受けなんですけれども、そして7三飛成と取って、5五角に8二竜、同角8三飛車で、まあ、7二金なら8五だとね、これコメント欄でもご指摘いただいた手なんですけどね、8五だと確かに9四角で、これは難解な戦いなんですが、じっとね、8四飛成がうまい手で、こう次の8三銀を見て、これは先手が問題なく優勢になりますという問題でした。ということで、次の問題に行きたいと思います。次の問題、こっち。それでは最後の問題に入っていきたいと思います。こちらですね。6三の王様をうまく攻めてくださいという問題ですね。5分で1球ぐらいの問題かなと思います。では、回答に入っていきますので、まだ解けていない方はここで一時停止ボタンをお願いいたします。正解は、4二角と打つ手が正解でした。実戦は5三銀と打って、7三歩成まで投了となったんですけれどもですね、まあちょっとね、次の7五桂とか歩成とか7三銀とか5三銀とかいろいろありすぎて、ちょっとね受けがない格好ですね。まあ怖いのは攻め合ってくる手もちょっと怖いんですけどね、まあこれに対しては同飛車と取ってしまいまして、まあ、同歩成に6四角成と切れば詰みですね。同玉なら7三銀と打ちまして、ね、まあ、5三玉なら4三金と、6三玉なら7五桂がぴったりですね。で、まあ、5二玉に4三金と平穏に追っていけば詰むということですね。はい、ということで、ここまで10問
やっていきましたが、いかがでしたでしょうか。またこういう企画やっていきたいと思うので、お付き合いいただければ幸いです。それではここまでご視聴いただいて本当にありがとうございました。失礼いたします。